はい、皆さんこんにちは。ワンダルグルフィッシュです。This is the police。 続きをやっていきましょう。180日間で退職させられることが決まった警察署長の、退職金裏金作りをするための戦いですね。続きをやっていきましょう。前回ですね、衝撃的なアダルトビデオ強盗事件があったわけなんですが、今回はどんな事件があるのか楽しみですね。ではやっていきましょう。ということで、まずですね、新聞を賑わせている内容なんですが、フランシス・ケンドリック副署長の引退の日付が発表ですね。まだ僕聞いてないけど、いつなんだろう。で、伝説の歌手ジェナーロ・クレスポがフリーバーグへ。フリーバーグっていうのはこの自分の街のことですね。では行きましょう。アダルトビデオで言うと、ちょっとね、女性の方見てたら申し訳ないんですが、最近だとやっぱ三上優愛ちゃん、あとマイナーなところで言うと神山奈々ちゃんとかね、あと大場優衣ちゃんとかね、結構好きなんですけどね。もし興味ある方いれば、ツイッターか、もしくは動画のコメント欄で、今、なんて女優さんとかっていうのあれば、できる範囲でお答えしますんで、聞いてみてくださいというところですね。では、チュートリアルの続きになりますかね。欠勤、職員の疲労度が増し、仕事の効率が悪くなりそうな時、その職員は仕事を休みたいと言ってくる。だが時には疲労していないのに休みを要求してくる職員もいる。その理由は様々で、中にはにわかに信じがたいものや極めて深刻なものがある。部下を甘やかすのは良くないが、敵に回さないように気をつけた方がいい。どの職員にも秘密があることを忘れずに、そして彼らを味方にしておくことの大切さも忘れないようにということですね。これ別に警察官でも有給休暇ってきっとあるはずですよね。なんで別に有給を取りたいって申請してきたら別に全く問題ないんじゃないかなと思うんですけどね。もう僕はね、そういうのに寛容な上司でありたいと思うんで、休暇申請はできるだけ受け入れてあげたいな。今日は二日酔いでまともな仕事はできなそうです。帰ってもいいですか？なかなか言うね。僕の好きな顔のバーチ君。どうしようかな。二日酔いでまともな仕事ができないです。帰ってもいいですか？これ自分がもし二日酔いだった時に、二日酔いだから帰っていいですかとはなかなか言い出しづらいですよね。言い出しづらいのに、二日酔いだから帰りたいって言ってくれて、こいつなかなか逆に、すごく度胸があるというか、ね、なかなか言えないことを率直にバーンとぶつけてくるあたり、見どころがあるぞ。よし、明日の出勤を条件に今日は帰っていいぞ。で、サマディ君もなんかいいの？隣人が亡くなって彼の奥さんから葬儀の手配を手伝ってほしいと頼まれたんです。休暇を取ってもいいですか？なんか死亡したとかっていうんだったら、いいでしょう。明日の出勤を条件に許可しましょう。で、昇進。職員たちは熟練度だけでなく階級がある。最初は一番下の階級からスタートし、一本線の袖の腕章じゃない、これは袖章でいいのかな？ちょっとごめんなさい。から二本線、そして三本線へと次第に階級がアップしていく。一週間に一度、好きな職員の階級をアップさせることができる。これなんか職員との間にすごく軋轢が生まれそうな気もしますよね。あいつにばっかりなんか昇進させてやってるみたいな、そういうことを言われそうな気もしなくもないんで、ちょっとね、気になるところですけどね。好きな職員の袖章に線を加え、階級アップさせられるっていうんであれば、やっぱりいい仕事した人間にはね、袖章の線を増やして階級アップさせてあげましょう。で、階級が上の職員は熟練度も高く、他の職員に対して指令を与えることができる。このような職員が現場にいる場合、同じ現場にいる職員たちのパフォーマンスは通常より向上。また、階級が高い者は仕事に対する意識も高く、酒を飲む時間があったらその分仕事に費やしてくれる。なんか僕と正反対だな。彼らの中には警察署とってなくてはならない存在となる者も出てくるはずだ。なるほど。じゃあ、誰にあげようかな。まずはね、やっぱりこいつですよ。ビンダール君。ビンダール君は何と言ってもね、150を超えてますからね。
で、もう一人、ロビンズ君にもあげましょう。では、今回はこのメンバーで勤務を開始していきましょう。二人欠勤してるからな。ちょっと不安がありますよね。レコードプレイヤー。フリーバーグでは様々な音楽が楽しめる。フリーバーグっていうのはさっきもお話しましたが、この街の名前です。コレクションから好きな曲を選んで聴いてみよう。レコードなんて過去の産物と現実世界では思っているのでも、ここではぜひトライしてみようということですね。まあ、ちょっとここはね、BGM はスキップをさせていただきましょう。僕の声とかが、ね、聞き取りづらくなってしまうかなというのもありますんで。じゃあ2日目の勤務開始だ。職員の雇い方と解雇の仕方について教えてくれるということなので、ちょっと見ていきましょう。実際も2人少ないからね、休んでシフト A チームの方は。まずじゃあ庶務の方に足を運び、警察署に行って、でリクルートだな。で、雇える職員の数は決められている。志望者の中から好きな人物を選んで雇う。警官と刑事はそれぞれ別のスロットが割り当てられているということで、警官スロットが今16分の15、刑事スロットが6分の5なので、1人ずつ雇えるんだな。なるほど。となるとそうだな、誰がいいかっていうと、熟練度が高いと政治的見解とかもあるんだね。ここは刑事か。そうだな、どうせだったら能力の高いやつがいいよね。なんか綺麗な女の子がいるとかっていうんだったら優先的にそいつを雇いたいけど、そういうのがないんだったら別に熟練度の高いやつを優先的に雇うべきだと思うんだよな。そうなると熟練度が一番高いこのサーシャス・ストロング、こいつにしよう。男なのか女なのかのちょっとよくわかんないですけどね、この顔立ち。でスロットが空きに欲しいと、スロットの空きが欲しいときは誰かをクビにする。もうそれはね、間違いなくロイですよ。ロイをクビにしましょう。即クビだロイ、お前は解雇、合法的に解雇ができる理由がある場合は誰にも文句は言われない。だが十分な理由がない場合でもクビにせざるを得ない状況も出てくるだろう。その場合訴訟手続きが取られる場合もあるほか、他の職員たちがリストラを恐れて仕事がおろそかになる可能性もある。これ結構ありますよね。僕の会社も外資系なんで、まあ、そんなにね、すごいドライにリストラをするっていう外資系の会社ではないんですけど、まあ何年かに1回リストラチックなことはやってますよね。でスロットに空きを作りたいなら殺し屋に依頼して警官を消すこともできる。なるほど、合法的に解雇。なるほど、まあ、ただ別に今回は誰かをクビにする必要はないので、普通にリクルートして終わりだろう。ロイをリクルートして終わって、あと警官も1人入れたいな。警官を雇いましょう。シフト A に警官を1人追加だ。早速事件だな。破壊行動、聖ヨハネ大聖堂。地元の大聖堂から怯えた声で通報があった。今朝夜間に侵入した何者かによって墓地が荒らされているのを大修道院長が発見した。なるほど、旧庭園内の墓石には悪魔のようなシンボルが落書きされ、粉々に破壊された墓石もあった。シャベルの跡も残っていたようだが、大修道院長はそれ以上のことは話してくれなかった。なぜだ、もっとたくさん話してくれ。いろんな情報を知りたいんだ。これはね、まあ言っても墓荒らしでしょ。墓荒らしだったらロビンズとロイだな。二人で十分。でちなみに庶務に行ってもうリクルートできないのは間違いないよね。満杯になってるもんね。予備人員もないと。よし、この今いる陣容で頑張るしかないな。でアティカスタワーでも破壊行動。ビジネスマンのハーリー・ジョーンズが窓の外を眺めていると、2人の若者が彼の新車に攻撃的なスローガンを走り書きしているのを目にした。新車っていうのがいいよね。
ここはじゃあね、我が物にはカツを入れてあげなきゃいけないんで、バーチジュニアも派遣しましょう。2人。いや、大丈夫か、こんなに2人派遣して。ちょっとやっぱ曲を流そうかな、そしたら。どんな曲なのか、ちょっと聞いてみますか。だいぶなんかまったりした音楽が流れてきてるけど、カントリーチックだね。破壊行動の報告の前にエディーズバーガーの不審人物がいるぞ。なんだ。ミラという名のウェルトレスから今朝のテレビで見かけた凶悪犯罪者にチキンとダイエットコーラを提供したと通報があった。なるほど、凶悪犯罪者、これ間違ってるって可能性ない。実は完全に見間違いだったっていう。いやー、ただ本物かもしれないんで、ここはストバルを、精鋭を派遣しましょう。で、聖ヨハネ大聖堂の方は犯人を捕まえましたね。ただ警官は負傷。どうやって捕まえたんだ。夜間のうちに大聖堂から逃走してたんじゃないのか。でウェイトレスは退役証拠出る。フランクネロを逃走中の犯罪者と間違えてしまったようだ。やっぱり誤報だったか。いやー、そんな気したよ。キングルイスナイトクラブ、なんか楽しそうなとこだな。ボイド所長、うちの警備員がまたメキシコ料理を食べ過ぎてしまって使い物になりません。その間にもクラブの行列はどんどん長くなるばかり。真っ当な客とゴロつきを区別できる人が必要なんです。クラブに行こうとすると、まあ確かにボディチェックをはじめ結構いろいろありますよね。でそれを行う警備員がメキシコ料理を食べ過ぎてって、そんなことあるかな。しかもまたってことは2度目なんだな。さて、じゃあ誰を派遣するかだな。ここはね、ロビンズにしよう。ロビンズ、ロビンズなんかちょっとエロい顔してるんで、きっとうまくやってくれるだろう。結構ボディチェックとかもありますからね、クラブだと。麻薬取引か。しかもクリストファー・サンドのこれ絡んでるんじゃないか。これはこの町一番のギャングの親玉ですよね。匿名希望の人物から通報。スケートリンクにいる風船を持った道化師が若者たちにコカインを売っている。これ本当にコカインなのかって話だよな。それコカインじゃないんじゃないかって気するんだよね。ただただお菓子をあげているだけじゃないか。ここはバーチジュニアを派遣しよう。自殺予告。フリート通り、ガソリンの缶を運んでいた裸の動画、お気に入りのガムがまた人気復活しなければ自分に不意をつけると威嚇している。いやー、どうだろう。これってさ、そのお菓子の制作会社に直接言ってほしいよな。市民を巻き込まないでくれ。ということでロイ君を派遣しましょう。ロイ君を、ロイ君で十分。で報告が入ってるので確認しておきましょう。なるほど、これはロビンズにお願いしたけど断られましたね。所長、悪いけど辞めさせてもらいます。あそこで一晩働いただけで、この薄汚い警察署で丸1ヶ月働いたのと同じ額を何、そういうこと。やえ、そういうこと。マジか、ロビンズ。ただ俺の目は間違っていなかった。お前にはこの仕事が適任だ。そういうことですよね。エロい目をした男だからな、このロビンズは。で、そのクラブのオーナーから4500ドル手に入れましたけどね。4500ドルってことは45万円なんで、まあ悪くない謝礼だと思うんですけど、ただロビンズを失ったからな。
エロい目をした男、ロビンズを失いましたが、まあしょうがないですね。お、麻薬取引の所長の指示が求められてるな。警察が到着すると道化師は子供たちに風船で動物を作っているところだった。なるほど、どうしようかな。スタンドから注意深く道化師を観察する、まあ、これでいいんじゃないかな。え、犯人を捕まえたってマジか。こいつ麻薬の取引をしていたのか。いや、間違いだと思ったんだけどな。で、自殺予告、ロイを送った自殺予告ですね。犯人に逃げられた。まあ、ただ、あれだよね。その、自殺が実行されなかったんだったら、まあ、よしとしましょう。というわけで、3日目の勤務終了だ。いや、ロビンズが散ったのはでかいな。まあ、散ったっていうか、退職したっていうか。はい、というわけで、3日目を終了しましたので、次回4日目をプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。